カープ公式戦チケット販売が今日から始まりました。去年まではインターネットにアクセスが集中し争奪戦となっていましたが、今年から新しいシステムが導入されました。サイト上に待ち時間と待ち人数が表示されるというものですが、果たしてどう変わったのでしょうか。今日からカープ地元公式戦のチケットがインターネットとコンビニエンスストアで販売開始となりました。広島市内にある整骨院です。毎年スタッフ全員でカープの応援に行くため、販売開始と同時にチケット購入を試みます。5、4、3、2、1。チケット購入サイトにアクセスすると難なくつながりました。去年まではアクセスが集中しつながりにくいという声が多く聞かれました。この整骨院では仕事の合間におよそ5時間申し込みを続けたといいます。そこでカープ球団が今年からアクセス集中対策として導入したのが仮想待合室。チケット購入を待つ人と待ち時間が表示されます。整骨院のスタッフのスマホに表示されたのは28,153人。待ち時間の目安は1時間以上。スタッフは仕事をしながら購入サイトにつながる瞬間を待っていました。去年はもうログインするたびにもうずっとタッチをし続けてたんで、その辺今もだいたい人数決まってるっていうのは分かってればあまりストレス感じないかもしれないですね。そして待つこと2時間。お、行けた。1個行けた。ちょっと待って。ほら、早く買う。買いました。いやー、よかったです。希望していたグループ席を買うことができました。去年、おととしなんかがやっぱりずっと購入画面にたどり着けないっていうのはすごくあったので、待てばその画面にはたどり着けるっていうことだったんで、ログインまでにも順番待ちっていうことなんですけど、それも抽選なんで、まあ先着順でもないっていうのもすごく良かったのかなとは思いますね。それに対してはすごく対策取ってくれて、やっぱりこちらとして嬉しかったですね。今年も争奪戦となったカープチケット。マツダスタジアムでのチケット販売は今月7日からです。